はい、こんにちは、キャプテン小路です。はい、コンバインのね、メンテナンス整備をやっておりますけれども、今日はね、あのバッテリーについてね、ちょっと、バッテリーの点検充電方法についてちょっとやってみようと思いますので、よろしくお願いします。バッテリーですね、ちょっとね、あの今搭載しているバッテリーではなくて、こちらのね、サブのねバッテリーね。で、今搭載しているバッテリーの方はちょっと充電して、ちゃんとね、あの機能しておりますので、問題なく機能しておりますので、ちょっと電圧をちょっと測ってみましょうかね。はい、こんな感じでバッテリーを見ておいてください。こんな感じかな。はい、そしたらね、電圧をねちょっと測ってみますので、どうしようかな、こうここにつけるか。ちょっとね、あの暗いのでね、ライトつけます。そしてバッテリーの電圧ですね、はい、こんな感じで見えるかな、見えないかな。ちょっと測ってみますので見ておいてください。ちょっと 見にくいかな。はい、はい、正常にね、13.13V ね、13V あればもうエンジンかかりますのでね。はい、これで、まともに、で水も入ってますのでね、メインバッテリーね、今もう取り付けて、稲刈り直前、今週の土曜日28日ね、9月の28日に、稲刈りがありますので、サブバッテリーですね、サブバッテリーの方をちょっと今日はね点検したいと思いますので、もしね、現場、田んぼでね、エンジンがかからなくなった場合に、このサブバッテリーを使用してね、やるわけなんですけれども、ちょっと待ってね、足をね、ちょっと伸ばしますので、ちょっと、こんな感じで、今日は充電と、そして、水の状態も、水の状態はね、水はね、もう入ってますのでね、水はちゃんと、1ヶ月に1回、1ヶ月ないし、2ヶ月に1回はね、充電、フル充電するようにしておりますので、全然問題ないと思います。そしてバッテリーがね、横がね、膨らんできたらね、ちょっと替え時ということなんですけども、全然膨らんでもないし、で、今水のチェックしております。こんな感じで、水がね上の方で揺れてますので、アッパーレベルまで入ってますね、これで、この間にね入ってれば問題ないのでね、バッテリーがね、できるだけ上の方にね入れております。ローレベルまで、行ったら全体的にチェック、給油、給水ですね、給水します。はい、そしたらね、電圧も測ってみましょうかね。電圧が見えるかな。ちょっと暗くてすみません、ちょっと暗いけどね、ライトで照らして、で電圧を測りますけれども、やりにくいね。はい、これでどうだ。はい、出てますね。あ、ちょっと低いね。10V。あ、これじゃあちょっと低いね。10V ですのでね、ちょっと充電します。はい、それではね、充電器今はね
こんな感じでね、充電器があります。家庭用のね、家庭用というかバッテリー用のね、自動車用の充電器ね。もう古いんですけれども、これで、フル充電をやってみて、そしてこんな感じでつなげて、今もうコンセント差し込んでますので、これをちょっとチェックしましょう。スイッチオン。そしたら今弱にしてね、弱でも強でもいいんだけども、この充電器はね、あのエンジン、あのバッテリー上がってる時に、エンジン始動用の、あの電圧がかけられるんですよね。バッテリーが上がってもね、エンジンは始動できるような感じになりますので、で今強にしてますけども、強にしたらこの緑のねランプ見えますでしょうか。緑ランプね、ちょっと拡大しましょうかね。はい、緑ランプのところに行ってればいいので、これを弱にします。ちょっと強だとね、ちょっと強いのでバッテリーに負担がかかるので、こんな感じで弱にしても、あの緑の位置に行ってれば正常ということになります。でこちらのメモリはね、連続、それでタイマーがあるので、だいたい僕は4時間ぐらいやってますね。でもうあんまりね、変わりませんので、これはねレベルはね、あんまり変わりません。6ボルトもでもできるんかな、これ6ボルトも変えてますので、6ボルトと12ボルトもできそうですね。だいたいもう、長時間充電する場合はこの弱の方でね、で中にねブレーカーが入ってるんで、ここに何か異常があった時に、これが飛び出てきますので、緊急停止ですね、します。バッテリーブーストチャージして、あのガソリンスタンドで、ガソリンスタンドにある、バッテリー充電器ね、大きいね、あれだとね急速充電ができるんだけども、バッテリーにね負担がかかるので、今はガソリンスタンドにあるかな、緊急用ですよね、つまりね、ガソリンスタンドにある大きな充電器はね、緊急用でバッテリーを復活させるための用で、置いてたと思うんです。ですので、まあ一家に1台こんなね、充電器があればいいなと思います。これ本当急速充電器って書いてますんでね、もうちょっと小さいやつもあるんですけれども、あれはどこ行ったかな、普通のね、普通の弱電流で充電する、こういったつまみのついてないね、あれがあるんですけれども、これはバイクとかね、自動車のその定期的に充電するように、あると。ちょっと小さ、サイズが小さいですけどもね、はい、そんな感じでございます。そしたらね、ちょっとライト照らしておきましょうね。下から照らすか、マグネットがついてるんで、マグネットがついてるんで、ちょっと待ってね。こんな感じで下からちょっと照らしたら明るく見えるね。はいはい、そんな感じで、こんな感じで4時間ぐらい充電する、フル充電するときね。そしてもう一つのね、バッテリーをね、長持ちさせる充電方法というのがありまして、ちょっと明かりがあるやな、暗いな。バッテリーを長持ちさせる充電方法、ちょっとこれ切りますね。そして、充電器を入れ替えます。よいしょ。はい、これがねバッテリーを長持ちさせる充電器、パルス充電、パルス充電というね、装置になります。そしたらね、これをね一旦、バッテリーにつないでみましょうかね。ちょっと待ってね、
明るくないな。はい、ちょっとライトのあれが位置が悪いかな。マグネット強力ではないな。はい、そしたらね、この感じで見ておいてください。下から照らしてるんでね。ね、まずね、まずこれね、アマゾンでね、2000円台で買えるパルス充電器ということで、値段もね、あの安くてね、でこれ1台あればね、ほとんど家の、車とかバイクとか全てに、使用できますので、今こんな便利なものがね、2000円で手に入るということでございます。ただね、バッテリーにちょっとつなげてみますね。はい、使用方法はもう簡単。さっき言ったね、携帯用のバッテリーですね。今 13.1V まで、すぐにね上がるんだよね。ちょっと充電しただけでね、今 13.1V だからもう問題ないんだけども、これをパルス充電にする場合はこの状態でコンセントに差し込みますね。そして、コンセントに差し込んだら、ちょっと見にくいけれどもご了承ください。コンセントに差し込んで、今充電中かな。あ、充電してますんで、これスイッチをね一つ押したら、ちょっと待って、見にくいね、すいません。これで見えるかな。今充電中で、すぐにね、もう 14V になってますので、ちょっと拡大しますね。今 13.6V ね。これをパルス充電だから、ここボタンを押します。はい、今始まりました。 PUL って文字が書いておりますね。でパルス充電が開始されました。パルス充電というのはね、電極じゃない、なんか鉛バッテリーだから、鉛に付着したなんかね、ゴミみたいなものをね、取ってくれるんですね。そしてこれ取ってくれたらね、少しずつなんだけども、だから定期的にこれパルス充電やらないといけないんだけれどもね、今パルスのマークがついております。定期的に、だからこの中の付着した、鉛に付着したね、ゴミを取るんだけれども、これがなかなか頑固で取れない場合があるんで、できたら新品時の状態の時からね、買った時から定期的にやればいい感じになりますね。そしたら寿命がね、結構伸びるということになります。そして、パルス今出てるかどうかね、今パルス充電やってますが、パルスが実際出てるかどうかだな。ちょっとすいませんね、暗くてすいません、見にくいかもしれないけども、パルス充電今行っております。こんな感じで、パルスが出てるかどうか確認するチェック方法ですけれども、あった、よし、これ今パルス充電やってますので、これを AM のラジオですね、 AM ラジオでちょっとスイッチ入れてまま見ます。はい、ちゃんとねパルス動いております。 AM ラジオ近づけるとね、離れると、まあ、10メーターぐらい、5メーターぐらいは離れても大丈夫だと思いますね。まあちゃんとね動いてるということで、
そしてあんまりね、振動のペースメーカーとか、振動にペースメーカーとかつけてる人はちょっと注意した方がいいかもしれませんね。すごいね、これアマゾンで売ってるんだけれども、中国製の商品になるんで、すごいね、パルス充電ね、すごく強力ですので、振動のペースメーカーとか、そしてバッテリーのね、バイクのバッテリーとかシールドバッテリーになってますのでね、このバッテリーだったらこの穴がね2つ開いてますので、そこから水蒸気が発生しても外に出ていくんで、爆発の危険性がないというか、そんな感じになってきますので。でも水はねちゃんとね入ってないと、やっぱり電極同士が接触して、どうなるか分かりませんので、事故になるかもしれませんので気をつけてください。はい、そしたらね以上でございます。最後に電圧を測って終わります。最後に電圧を測りましょうね。はい、こんな感じで。熱いね。よし、はい、そしたら最後に電圧をまた測ります。もうねちょっと充電しただけでね、かなりね電圧が上がってるんですよね。上がるんだよね。でまたちょっと使ったら、ちょっとセルとか回したらね、はい、正常にまあ戻ってますけれども、戻ってないな。はい、13点、あ、ちょっとあれやな、はい、13.19 ですね。見えますかね。 13.10、13V 以上ありますね。はい、そんな感じでございます。そしたらね、今日はねこれね、パルス充電しながらして、終わりたいと思います。パルス充電を少しやってですね、はい、今パルス充電になりましたので、このまま放置して、夕方まで放置して終わりたいと思います。はい、以上でございます。いかがだったでしょうか。今日はねフリートークを最初にやらないでね、ご指摘がありました。ここからねもう今日のタイトルね、本題終わりますので、フリートークしたいと思います。コンバインね、ちょっとねしっかりねメンテナンスしていこうと思っておりますので、いろいろ動画上げていこうと思いますね。この時期だけだからね、この稲刈りの時期だけはコンバイン使いますので、こういった以前ねこのバッテリー上がりですごくね大変なことになってしまって、その以前はバッテリーが上がったらね、こういったね、発電機ね、発電機が家になかった時代に購入したんだけどもね、発電機もね8万ぐらいでね、アマゾンで楽天か、購入したんだけども、これがなかった時代にバッテリーが上がってしまって、そしてバッテリー充電、持ち帰って充電することもしなかったし、しばらく放置してたらまた電圧が回復して、バッテリー上がるというよりも上がってないんだけども、セルの周りがね、弱まってしまって、そしてなかなかエンジンがかからない感じになっておりました。まあ車と違ってね、コンバインのバッテリーはでかいんで、車で、ブースターケーブル引っ張ってエンジン、まあかかるのはかかるんだけれどもね、一旦止めてしまえばちょっとバッテリーがもうセルが回らないという状況になっておりましたので、非常に大変なことになっておりましたけども、今はねもうサブバッテリーね、サブバッテリーもありますし、こういった自動車のね小さいバッテリーね、これ2つつなげればね、なんとかね
2つ並列につなげれば容量がでかいので、これもサブバッテリーになるんだよね。ですので、そういった感じで使っていけばいいのかなと思います。今発電機もあるからね、これもエンジンかかるかどうかね、しばらくエンジンかけてないんで、かけていこうと思います。今日はエンジンかけようかな。はい、そしたらこれで終わりたいと思います。また何かねあればね、コメントいただければ。そしてね、昨日コメントでご指摘いただきました方、ありがとうございました。暗すぎると、倉庫の中だから、昨日給油のねあれやってたんだけどもね、ちょっと暗いんだよね。それでこのデジタルビデオカメラね、これできるだけ明るくね映してくれるんだけど、まあ、今暗いんだけどもね、でもそれでも暗いということで、こういったものを活用します。100均で売ってるねこの LED ライトだけども、どうですかね、明るくなりますよね、かなりね。ちょっと消しますね。はい、こんな感じで明るくなりますので、これをこれから活用していこうかなと思います。僕の顔もどうですかね、明るくなってますでしょうか。はい、こんな感じですね。まあ結構明るいね、100均で売ってるんだけどもね。そしたら、バッテリーはこれで終わりますね。あとね、オイルの点検とかね、まあ簡単ではございますけども、またオイルの点検とかやった方がいいのでやりましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。